どうも田中工務店です。チャンネル登録お願いします。駅前の定食屋でしらす丼食べました。1400円。駅を出てすぐに踏切がある通り。カフェが多かった。あ、ありそう、ねね、大仏は高徳院というお寺にあります。長谷駅から500メートル。今日は涼しかったけど真夏は厳しい。ここ数年で鎌倉はしらすばかりの。タコせんべいは一昔前の。高徳院の三門、二王門です。二王像というらしい。口を開けた像と口を閉じた像で一対らしい。狛犬と同じだね。阿弥陀如来像さんです。そんなに大きくないです。最初は木造だったそうです。大仏殿はあったそうです。強風でもしくは津波で壊れたとされているそうです。その後再建しなかったみたいですね。大仏さんの中に入れますが100円です。御朱印いただきましたが30分なんでした。外人さんにも御朱印が浸透してきました。数珠も買ってました。電動車椅子使ってる外人さん多いけど充電大丈夫かな。 4,5 年前は中国人が多かったけど最近は少なくなりました。高徳院を出てさらに奥に行くと大仏切通しというハイキングコースがあります。高徳院内にある喫茶でソフトクリーム食べてまったりしました。一昨日は9月なのに35度を超える猛暑だったけど今日は過ごしやすかった。高徳院前のお土産屋、ここはぜひ見てほしい。長谷寺に向かいます。山門までそんなに距離はないです。カフェや骨董屋さんとかいろいろあります。長谷寺の山門です。なごみ地蔵というらしい。グッズ売ってました。写経教室やってます。お庭が綺麗でした。今日は御朱印受け付けてませんでした。長谷寺は紫陽花が有名です。お庭が綺麗で園地も多く過ごしやすい。
階段に座るなってよ。海が綺麗。鎌倉ビール飲みました。2杯目。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。